おいそこんにちは、メルです。今回は、マヒトですね。こちらのテンプレ編成になります。さっき、誰だったかな？あ、イダドリユージ、スクナーのテンプレ編成あげました。で、結構似た性能になってくるので、相方も組めるぐらい似てるので、さっきの動画見て、今回の動画見てる人は、おすすめサブの紹介がね、結構被るので、まあその辺はすっ飛ばしてもいいかなと、編成だけ見てもらえればいいかなと思います。この動画が初っていう人は、まあサブも見てもらえればいいかなと思います。はい、ということで、マヒトの性能になります。マヒトは28ターン変身で、スキブを3つ持ってるキャラクターです。封印耐性はもともと持ってるっていうのが、まあ、偉い点。で、バインド耐性がないので、バインドの対策をなんか武器で補ってあげるといいかなっていうところです。で、28ターン変身で、全ドロップのロック解除、闇回復変化の呪霊のマヒトに変身します。これが結構優秀ですね。闇と回復ドロップに変化しながらなので、変身して突破してっていうことができるのでかなり優秀だと思います。で、もともと変身前も 1.8 倍軽減ありますよと。で、変身したら、バインド耐性は相変わらずなくて、闇裂強化が3つ、封印耐性1個、無効貫通が4つなので、まあ無効貫通を組んであげればかなり火力の出るキャラクターとなっております。まあ遊戯みたいな感じですね。で、2ターンスキルで自閉炎鈍化、1ターンの間チーム内のダメージ無効貫通の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、水と気ドロップを闇ドロップに変化という感じになってます。なので回復生成はしないんだけど、水と気を同時に闇にするのでかなりの闇供給ができます。まあ自身が無効貫通で9個を必要にするので、まあこれは相性がいいスキルを持ってるなっていうところですね。リーダースキル、闇を5個以上つなげて消すとダメージを半減、3コンボ加算、固定1ダメージ、悪魔タイプの HP が 1.8 倍、攻撃力20倍。うん、もう文句なしですね。 1.8 倍半減あって3コンボ加算の固定ダメージも自分で持ってるので、マヒトマヒトで組み合わせても強いと思うし、マヒトイタドリとかで組み合わせてもいいと思うし、マヒト遊戯とか、まあその辺も闇の強キャラって呼ばれるキャラクターたちと組み合わせれば誰でも相性いいかなと。自分で全部できるので、コンボ加算と固定ダメージとで、火力もよく出る、20倍出るし 1.8 倍半減っていうところで、まあ回復力の倍率がないので、まあその辺はね、サブにベリアル置くなりなんなりして、補ってもらえればいいかなとか思います。はい、ということで今回のテンプレ編成はこちらになります。ドンと、はい、こんな感じにしてみました。今回は虎杖悠仁と組み合わせることにしました。っていうのもやっぱり回復欠損っていうのが大きいポイントになってくるかなと思います。で、虎杖がいれば、まあ回復は作れるので、こいつがスキル打つターンには、まあなので、まあ回復欠損を防ぎやすいかなと思って、今回は虎杖くんと組み合わせてます。もちろん、まあ人も人で合わせると無効貫通の数が増えるので、エンハンス倍率が上がるんでね、結構強いと思いますが、はい、回復欠損との戦いになりますね。で、マヒトの上にマヒトをつけております。ここはまあバインドスキブ武器だったら正直なんでもいいです。まあ理想なのはやっぱマヒトにマヒトかなと思ったので、今回は理想的な形で組んでますんで、ない方にとってはもうなんかスキブとバインド武器だったらなんでもいい、もう極端ハクとかその辺でいいと思います。はい、まあ列漏れた方が火力出ます。で、荒らぎくんです。暗闇耐性を聴覚線につけて、上限解放でこれつけてますけど、まあ火力がね、結構多分出ると思うんですよ、荒井くん。なので、一応21億以上出てもいいように上限解放をつけますが、ここは別に強制じゃないですね。何でもいい。で、上には、伏黒くんの武器をつけました。HP 盛りながらの、まあ、ダメージ吸収、属性吸収無効対策。荒井くんのスキル別に打ってもいいんですけど、覚醒無効状態等はベリアルに回復してもらえればいいので、まあ、荒井くんはスキブ稼ぎながら対策しながらっていうところで。はい、で、次ベリアルですね。で、ウルカの武器にしました、今回は。で、ウルカのスキルターン。20ターンです。はい。これ、スキル間にしなかったら20ターンなんです。で、L 字を補いながら、雲耐性も補うことができます。で、これ、全体のパーティーのスキブが24個に調整してあるので、ギリギリ溜まってないです。これね、スクナの時も言ったんですけど、自称してからスクナ変身しなきゃいけないので、ベリアルのスキル絶対初ターン打たされるんですよね。なので、まあ、溜まらないように調整してますよっていうところです。はい。で、一応、毒目覚め対策してますよっていうところですね。で、次、マトウ・サクラの上には上杉剣士、お邪魔耐性足りないところを補ってますよっていう感じです。で、次、ゲームエンペラー採用しました。まあ、これ相性いいですよ。伏黒くんじゃなかったらごめんなさい。伏黒くんどっか行ってください。で、マヒトとの、相性がすごい良くて、24ターンで、ま、ゲームエンペラー打てるんですよね。で、4ターンヘイストあるんですよ。で、マヒトが28ターン変身なんですよ。
すごい相性いいと思いませんか。で闇目覚めして、で大量生成とかできるので、まあ、闇の無効貫通常にやっていけるかなと思って、今回はゲームエンペラーを採用させていただきました。上にはブラックマジシャンガールの武器、結構入手難易度低めのキャラクターを採用したつもりではいるんですけど、列強化を持ちながらバインド耐性を持ちながら封印耐性も持ってるっていうキャラクターとして、今回はブラックマジシャンガールです。ゲームエンペラーがスキュープラスに超覚醒しちゃうとバインド耐性がなくなっちゃうので、まあここバインドを補えればいいかなと。ただ封印がこのパーティー 80% なので、何か封印をどっかで1個だけ補ってあげないと100にはならないので、まあそこをね補ってくれてるのがブラックマジシャンガールです。もちろん何でもいいです。ムフェトジーバの武器とか、まああの辺も泥鏡3つとかの封印とかバインドとかでまあいいかなと思いますが、まあどれでもいいかなと思いますね。はい。で、イタドリの上にはラジオア武器です。操作ウカとチーム HP 持ってますよと。でこのパーティーの弱点は指がまた短い。前回のスクナの時も言ったんですけど、指が非常に短いです。誰も指持ってないレベルで短いです。はい。なのでパズパスバッチにしてます。多分ね1秒分ぐらいしか伸びてないんですよこのパーティーで。6秒だったね確か、何も盛らなかったらバッチで9秒になってたと思うんで、なんかね闇ちょっと指枠欲しくなってくるかなと。だからこそあのね闇のミアーダが欲しくなるんですよね。12秒固定あれが非常にいい。まああれはちょっと五条さんにあげますけど、はい。ということでおすすめサブの紹介をして終わりにしたいと思います。はい。で最初に言ったようにおすすめサブの紹介は前回のスクナの動画とほぼ変わらないです。悪魔タイプ縛りなので、またほぼ変わらない。ちょっと入れ替えたキャラクターがいたりはしますが、まあ簡単にちょろちょいと説明していきましょう。闇ミルです。7コン10コン LLL で火力出せますよと。闇5個以上つなげなので L 字でも火力が出せます。覚醒無効解除です。で今回ちょっとマドゥを採用してます。無効貫通での火力を出せるっていうところでの相性の良さかな。 2A ね、これ無効貫通に変えてほしいよね。で、スキブ4つと遅延3ターンなんで変身するときのお役立ちにもできるかなと思っております。で、闇のアルバート、スキブ4つとあと、まあ、十字消しの暗い目覚め対策、お邪魔とか毒も補うことができて遅延スキルで、ジンスキルなのでこの辺の相性もいいんじゃないでしょうか。バルディターン最高スキブロックとか暗闇耐性を補います。潜在で8枠触れますよと。無効貫通で今回は組んでいくことが多いと思うので火力枠として相性がいいと思います。で覚醒無効状態解除と3ターン3倍闇エンハンス。お、はい、すいません、接続が切れましたね。ちょっとビビったねこれは。ブツとか言うから。はい。ということでバルディターン相性はねいいんじゃないでしょうか。でマリク火力枠です。上限解放をつけてあげることをお勧めします。お邪魔耐性を補いながら、こいつが指にも持ってるんだよね2秒分。これめっちゃいい。こういうね指がね結構大事になってくるんですよね。7コン7コン10コンで火力も出せて、スキルも覚醒無効状態等の全回復なのでかなり優秀です。これ欲しいかもね。でアマージュ500万モンポのキャラクターです。7コンも強化4つで火力がかなり出せます。まあ耐性を超覚醒で振ってもいいかもしれないですし、8ターンダメージ、8ターンって言ったら誤解だな、8ターンで1ターンの間ダメージ半減打てます。2ターンの間回復力と闇属性の3倍エンハンスで3コンも加算、スキルは非常に強いです。で今回モリグを採用してます。でこれ10コン無効貫通2で結構火力出るので、今回の相性は結構いいかも。スキブも4つあるし、キラーもさせるし、で闇生成ちょっとスキルがねそんなに強くはないんですけど、まあ生成としてはいいかもしれないです。はい。でウラノスに関しては落ち込んなしの上書きとかには使えるかな。エンハンス一応 2.5 倍かかります。7コンボ強化4つに無効貫通でかなり火力も出る。なんか謎の闇ダメージ軽減ある。暗闇対策もできます。で、ソフィーですね。これは操作時間取り戻すようになってくるかなと。イタドリくんが回復力等は取り戻せるので、まあ回復力イタドリと組み合わせないのであれば回復力も取り戻すのにはいいかもしれない。 L 字とかも持ってるのでこの辺は強いと思います。で濃姫は対策枠と激減枠っていう感じです。違う、待って。でアルダトゥはスキブ4つ遅延3ターン L 字持ちっていうところで、はい。ゲームエンペラー今回は結構活躍できそうなキャラクターです。スキブ6あって4ターンヘイストのスキル、闇99ターン目覚め、これエスカーマリと同じ割合の目覚めなので結構振ってきます。はい。ただ打ったっきりのスキルになっちゃうかなと思うので、まあその辺が気候上的な感じで長い目で見れるようなダンジョンであれば上のスキルもう一回溜め直すができるかもしれないけど基本難しい。で、マトウサクラ操作時間延長ですね。で、火力、無効貫通1個持ってます。火力かなり出せますよっていうところです。で、ロキちゃん。ごめん、ロキちゃんじゃない。見影。誰だよ、ロキって。見影、コンボ強化4つに無効貫通でキラーでめっちゃさせます。ルーレットを返すのにもいいかなと思います。で、
今回採用しているドットの矢神伊織ですね。列強化4つと無効貫通3つで結構火力には自信があるそうです。はい、7コンボ強化もあるし、で2ターンの間で3ターン落ち込んなしになっちゃうんだけど闇生成できるので、まあ落ち込む上書きとかその辺にも使えそうよ。でバステトは操作時間延長対策ですね。はい、ネルギガンテは目覚めループ闇ドロキを持って10コンボ強化2個で火力も出せます。 HP 盛ることもできますよと。でロキですね、無効貫通3つとかで火力出せます。エンハンススキルもなかなかです。でアラレイ君はスキブ6にしてもいいし、お邪魔や暗闇対策の目覚めにも、目覚めじゃない、対策にもいいかなと思います。で生成スキルとかのこの覚醒無効状態の回復も偉いと思います。でジルレガーと暗闇耐性とあとスキブ4つでお邪魔毒も1個ずつ漏れます。 50% HP 回復しながらの闇生成もできます。ロック解除もできるんだよね。うん、偉いと思う。で究極の遊戯くんですれつきを盛りながら、まあ、10コンボ境界2つとかでかなり火力も出せます。遅延2ターンとかも偉いんじゃないでしょうか。覚醒無効状態も全回復できます。はい、偉い。でペガサス変身してあげて、これも相方でもいいかもしんないんですよね。悪魔バランスだよね確か、真人が。なのでこの辺も相性がいいかもしんない、コンボ加算あって。で、無効貫通7コン7コン10コンで火力はもうお手のものですね。かなり出ると思います。相性はバッチリですね。で、ベリアルこっちは操作時間対策ですね。操作時間回復のにいいかなと思います。あのスクナの時も言ったんですけど、50倍か強化なんですけど、これ HP 高い編成で 50% これ自称すると結構痛いので、まあベリアルいる方は回復力に問題はないかなと思いますけど。でサーバントセイバーオルタドロリフですね。盤面悪くなった時に何とかしてくれます。あとは火力枠クレーム耐性枠っていう感じです。でサノススキブ6個持って7コン10コン火力枠、これも上限解放振ってあげれば、アララギ君とこの辺同じような感じなので結構ね21億出たりするんですよね。なので上限解放おすすめかも。でマリクは回復生成スキルなのでこの辺で入れるのはありかもしれないです。7コンボ強化4つで本人火力も出るので上限解放してもいいかもしれないです。で式神のダークカラーのダークカラーですね、これも HP1、スクナの時も言ったんですけど、自称をして変身しなきゃいけないので、自称スキルがない方は、式神が意外とありかもしれない。で、デーモンの召喚、封印耐性2個持ってますよ、とか。で、スキブ足りてれば7コン10コンで無効貫通できるので、結構火力も出ます。神に対してはかなり火力が出ます。で、この辺のスキルで回復力も取り戻したりできますよ、っていう感じです。で、ブラックマジシャンはスキブ4つに3ターン遅延です。うん、スキブモル役。で、ゴルケウスコンボ強化4つ火力枠です。で、ユークス変身して3ターンスキル軽減しながら闇6個生成です。50倍以下の火力はちょっと出しづらいかもしれない。無効貫通2つ持ってるので、意外と、エンハンスの相性はいいかも。で、エレメイです。無効貫通3つなので、エンハンス倍率も結構上げれるんじゃないでしょうか。L 字持ってるのも偉いと思います。エンハンスと回復力取り戻せますよっていう感じのスキルです。で、ポンノちゃんです。ポンノちゃんこっちは列ですね。列とお邪魔対策、あとは操作時間とかの対策もできて、バレンタインポンドちゃんに関しては、闇生成短いスキルでできます。7コン10コンで闇の複数コンボをすればかなり火力は全体的に出していけるかなと思います。はい、ちょっとサブはもう2回目っていう感じでサクサクいきましたが、まあ、他にもおすすめキャラとかもしいましたらよかったらコメント欄で教えていただければなと思います。はい、ということで、まあ、人も十分強い、もう闇のキャラもう最強リーダーどうかな。闇の最強リーダー晴れるかな。遊戯よりは強いんじゃねって思うんだけど、うん、もう最強格の闇リーダーだとは思うので、よかったら、まあでも引くしかないんですよねこれ、引いて当ててくださいっていう感じですけど、頑張って、まあ運ゲーですけど当てましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。